それでは皆さん、早速薬学生トレーニーさくらとアクトレとガンガン体脂肪を燃やしていきましょう。難しい方は薬学生を、腕っぷしに自信がある方はアクトレを真似して頑張ってみてください。それではね、皆さん準備をして一緒に頑張っていきましょう。こんにちは、さくらです。皆さん一緒にヒートトレーニングで体脂肪を燃やしていきましょう。45秒と少し長いですが、皆さんなら乗り越えられます。理想な体を目指して一緒に頑張りましょう。 Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. 今回はスペシャルゲスト、薬学生トレーニーさくらと一緒に皆さんトレーニングを頑張っていきましょう。僕ら二人もかなりきつい戦いにはなると思いますけど、皆さんと足並み揃えて一緒に頑張っていきますから、皆さん最後まで走り抜けましょう。それでは次は立ったまま行っていくウィンドミルという体幹のトレーニングになります。しっかりとひねっていくときにお腹の力が抜けないように体幹はずっと締めたままひねっていきましょう。それではね、皆さん残り5秒で準備をして頑張っていきましょう。腕はまっすぐピンと伸ばし、体を大きく動かしていきましょう。ひねっていくときにお尻を後ろに引いてしまわないように姿勢をまっすぐにした状態で頑張りましょう。それでは残り30秒です。笑顔で元気に楽しんでこの鬼のトレーニングを乗り越えていきましょう。それでは残り、いってみよう。皆さんしっかりひねり切れているでしょうか。しっかりとつま先をタッチしてください。その時に手だけではなく、しっかり体全体をひねっていってください。体幹締まっていきますから、残り頑張っていきましょう。それでは次はランジのトレーニングになります。一歩後ろに大きく踏み出した足を大きく前に踏み出してみてください。難しい方というのはさくらちゃんを真似してみてください。大きく踏み出すことで負荷高くなりますから、皆さん頑張っていきましょう。一歩大きく踏み出す時も姿勢はまっすぐ、バランスを崩さないようにお腹にしっかり力を入れて行っていきましょう。この後もかなりきついトレーニングが続きますが、理想の自分になるために、理想のお尻になるために頑張りましょう。だんだん踏み出して足が小さくなってきていませんか。しっかり大きく踏み込んでください。そして下まで下げましょう。残り5秒です。皆さん最後まで頑張りましょう。それでは次は立ち腹筋になります。ただただ足を上げて行うだけではなくて、腹筋に効いてるということを意識しながら上げていきましょう。少し上体も足に近づいていくような形でやると腹筋に刺激が入りやすいです。皆さんそれでは行ってみよう。皆さん笑顔を忘れていませんか。このきつさも楽しんでいきましょう。昨日の自分に勝つために、明日の自分にたすきをつなげられるように全力で動き続けましょう。それでは皆さん残り30秒です。頑張っていきましょう。どういう自分になりたいですか。1ヶ月後、2ヶ月後、自分の体を鏡で見た時にどういう自分を思い描いていますか。今ここで頑張るしかありません。ここで頑張れるか頑張れないか、ここが運命の分かれ道。さあ残り頑張って。それでは次はスクワットになります。片足で行えない方はサイドスクワットを行っていきましょう。片足で行える方、それほど深く入らなくていいですから、地面に手がタッチするぐらいの深さで行っていきましょう。それではね、皆さん頑張っていきましょう。足を大きく一歩踏み出すことを忘れていませんか。大きく、そして深くを意識して頑張りましょう。片足スクワットをされている方は20秒で足を入れ替えて残り頑張ってください。それでは片足スクワットをされている皆さん、足を入れ替えていきましょう。残り20秒になりますから、全力でもう片方の足しごいていきましょう。皆さん残り少しです。頑張っていきましょう。I need you to listen, I need you
それでは次はプランクになります。難しい方は肩を立ってするだけでいいですから、姿勢を意識して頑張っていきましょう。できる方は一度下に降りていただいて上がっていきましょう。それではね、皆さん残りあと少しです。楽しんでいきましょう。なるべく体が左右に揺れないように体幹にしっかりと力を入れて行いましょう。お尻が上がったり下がったりしていないかを確認しながら行ってみてください。姿勢はまっすぐになっているでしょうか。お尻が上がっていない、お尻が下がっていない、しっかりと確認しながら頑張ってください。残り20秒になりますけど、皆さんの体幹パッキバキに割れてくると思いますから、残り10秒走り続けましょう。それでは次はダッシュになります。プランクの姿勢のままダッシュしてください。難しい方、足踏み程度のスピードでいいですから、自分でスピードを調節してください。できる方、思いっきり走り抜けましょう。45秒間ダッシュです。それでは行ってみよう。一歩一歩ゆっくりでもいいので、しっかり胸の位置まで膝が来るように、膝を頑張って深く曲げてください。自分に厳しく追い込みたい方はアクトレを真似して全力ダッシュを頑張っていきましょう。かなりきついとは思いますが、さくらが応援しています。一緒に乗り越えていきましょう。ダッシュ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 、皆さんダッシュですよ。足を動かしてください。お尻は上げずに足を動かし続けましょう。今が体脂肪を燃やす絶大のチャンスです。チャンス到来、残り5秒走り続けましょう。それでは皆さん頑張っていきましょう。それでは次はクランチの姿勢で足首もしくはつま先をタッチしていく腹筋運動になります。難しい方、膝曲げていただいて少しでもいいですから動かし続けましょう。しんどいのは分かりますけど、皆さんなら絶対に乗り越えられます。それでは行ってみよう。それでは皆さん残り3つになります。残り3つですよ。1つ目、皆さんここまで来たらどれだけきつくても走り抜きますよね。汗が滝のように流れていると思いますが、残り3つも笑顔で元気に乗り越えましょう。お腹周り痩せたい方、ぽっこりお腹解消したい方、今がチャンスです。ぽっこりお腹を解消するには腹筋をしてください。お腹周りの脂肪が燃えています。燃えていることを感じながら、もっともっとという形で皆さん頑張っていきましょう。それでは残り頑張って。それでは次は腹斜筋、腹筋の横顔を鍛えていくトレーニングになります。クランチの姿勢で自分の足首をタッチもしくは足を浮かした状態でひねっていきましょう。皆さんね、だいぶきついとは思いますけど頑張っていきましょう。それでは皆さん、休むとり2つです。腹筋のトレーニングはこれが最後になるので、お腹を引き締めたい、ぽっこりお腹をどうにかしたいと思われている方、全力を出し切りましょう。さくらもきつかったけど乗り越えられたので、皆さんも大丈夫。それでは最後、走り抜きましょう。Never cease to fight for the things you think are right, cause you just might find you control your own mind。めちゃめちゃきついとは思います。めちゃめちゃきついとは思いますけど、これが最後の腹筋のトレーニングになります。皆さん出し切ってください。お腹周りの体脂肪を取り除きましょう。それでは皆さん全力で出し切りましょう。それではこれが最後の運動になります。腕立て伏せです。45秒間ずっと腕立て伏せで走り抜けてください。皆さんね、ノンストップで頑張りましょう。膝をついていただいてもいいですし、壁に手をついて壁で行っていただいてもいいです。頑張りましょう。腕立て伏せができない方は椅子か何かに手を置いて体を斜めにして行っていきましょう。それでは最後、みんなで頑張って走り抜きましょう。残り25秒になります。約9分半も走り続けました。ここで諦めたら全てが水の泡。最後20秒です。皆さん全力を出し切ってください。全てはここにかかっています。皆さんなら乗り越えられます。それではラスト10秒、皆さん全力で頑張っていきましょう。
ばいっすね。これはやばい。暑い、マジで暑い。めっちゃクーラーついてるのにこんなに暑いね。暑い。暑いね。これからね、毎日僕らのこの動画で痩せてもらって、夏に向けてね、間違いない、みんなで美ボディを、そうですね、手に入れましょう。いや本当に。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。この後こちらのねチャンネルでバク転にチャレンジするのかな。そうです、バク転をできるまで帰れませんします。帰れるか、大丈夫、帰れる。大阪から来てるんですけど、はい、愛知から帰れないかもしれん。今日は宿泊です。宿泊になるかもしれん。はい、ということで、はい、僕はいつも S キャラでねトレーニング教えてるんで、結構こうイージーモードで難しい人をやってもらって、それがねできてきた方っていうのは僕の方でチャレンジしてみてください、はい、それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。それではまた次のトレーニング動画楽しみにしてください。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。